椿ファクトリーの山岸莉子です。なんと私のファースト写真集の撮影が始まりました。イエイ。今日は都内で撮影をしているんですけど、これからいろんな衣装を着たりと、あといろんなところ行ったりと、さまざまな撮影があるので頑張っていきたいと思います。頑張ります。本日の撮影が終わりました。イエーイ。今日は都内での撮影だったんですけど、まず最初にテニスのテニスのウェアを着たりとか、あとカジュアルの私服とか、こういうセーラー服を着れて、普段私今高校3年生なんですけど、もうなかなか制服を着る機会がないと思うので、今日こうやって制服を着れてよかったなと思います。そして明日は沖縄に行って初の水着撮影なんですけど、少し今緊張してるんですけど頑張りたいと思います。バイバイ。
本日2日目です。そして今ここは沖縄です。イエーイ。ということで、あの昨日はちょっと晴れてたんですけど、今日はちょっとお天気が曇りなんですけど、あの水着もあるので晴れたらいいなと思います。でも風がないだけ少しはいいなと思います。では今日一日長いので頑張ります。
真集撮影終わりました。イエーイ。私の最初の写真集ということで今回2日間撮ったんですけど、1日目は都内で、そして2日目はここ沖縄県で撮りました。天気はですね、こうやって晴れたりちょっと曇ったりしてたんですけど、最後はこうやって綺麗な夕日をバックに撮れてよかったなと思います。そしていろんな衣装も着れてとても楽しかったです。ぜひ私の最初の写真集みんな見てください。よろしくお願いします。